どうもバロンザーマスです。まあ、ちょっとね日帰り温泉寄ってる途中なんですけど、仕事の合間に今回の動画はですね、キッチンカーを実際やられてる方青木さんと、まあ、それを叶えるためにキッチンカーを作った人、西田師匠のまたコラボ動画となってるんですけども、今回実際イベントに出て一番稼ぎ頭なんですって。でもイベントで出る上でいろんなトラブルがあったり問題が起こったり、車自体ですね、例えば発電機が壊れちゃうとか在庫がないといったようなこと結構あるみたいなんです。でそこをまあキッチンカーでバラバラじゃなくて仲間化していくとですね、助け合うこともできんじゃないっていうお話とか、あとコラボですよね。チーズ屋さんと、例えばタッカルビ屋さん、韓国と、まあ、フランスとしますよね。まあコラボして、じゃあうちのチーズとうちのね、キムチソース使ってやらへんとか、こういったこともできてくると、すごい自由度の高い、まあ、お料理屋さんカーがいっぱい集まるようなイベントが今後できたらですね、とても楽しいんじゃないかっていうのお話も収録されています。それではご覧ください。どうぞ。もうその売る材料集めるだけでも青木君なんかは大量に売ってしまうんで、イベントの時、うん、そしたらそのキャパを持つっていうことは大変な努力。そうですよ、あのちゃんと倉庫じゃないけど、はい、いるあるんすか。あ、言いますよ。まだ全然いい。駐車場もまだこれからなんですよ、探さない。おうちにそういう備蓄庫みたいなのあるんですか、部屋。そう、もともとは 今は倉庫借りたんですけどね、この間ね、はい、なんかおしゃれな見ました、フェイスブックでおしゃれな駐車場もういっぱいで3階建ての家の1階部分を、はい、僕も仕事でほぼ占拠してまして、この、ね、駐車場の後ろにもこのでっかいこの冷凍のストッカーとか、はい、であの冷蔵庫も1階にあったりとか でも物販やってるでしょ、物販のものが、はい、1階部分はもう潰してて、はいはい、パンいっぱい冷凍したりとか、チーズも冷蔵庫に缶集めて。ああ、そう、在庫を抱えてるわけですよね。だから売ろうと思ったらだけの在庫がないとすぐ出ていけ売れない。そうなんですよ、備蓄戦とやっぱりイベントにはいて、ね、なんか5日連続とかね、そんなイベントあるじゃないですか、はい、でしかもそのね、そこにあのまたハイエースに積んで、はい、そこから持って行ったりとか、はい、で1人ちょっと手伝ってもらって、はい、あのバケットを途中でも取りに行ってもらったりとか、やっぱそんなでね、はい、待ってるお客さんをちょっとストップってやっぱ言いたくないですよ、ね、だからちょっとごめんやけど取りに行っててくれとか、神戸まで行ってもらってまた帰ってきてもらってとか、パンもやっぱ結構こだわってるからね、バケットもこれ売りたいっていう、その焼いてもらってるパン屋さんにちょっと悪いけどちょっと追加して焼いてもらえませんって言って言ったりとか。でも物にこだわるとやっぱりちゃんと備蓄庫といいますかね、そうですね、ある程度自分である程度は持ってないと、そんなもんでもね、そういうね、売り上げが取れるイベントに出て分かることで、あ、こんなに売れるんやと思ったら、その前もって発注してとか、ね、発注先もなんか明日こんだけいるんでって急に100個いるんでとか言われても困ると思う、だから前もってここでこれぐらい使うと思うんでっていうのを打ち合わせして言うといてとか、ね、だからこれからのキッチンカーはそこで変わってくるんだよね、うんうん、だから僕らがその考え方が変わってて、企業さんに自分のレシピで作ってもらう、うん、そうしたらそういう場所はいらなくなる、うん、その会社にストックしてもらえるキャパがあるんやったら、うん、だからそれが冷凍とか冷蔵になってきたら今度単価が上がってくるから、うん、そこをどう考えるか、うん、だからこれ数多く今一人でやろうとしてるからリスクは高いけど、分かる、何軒かになってきたら、ほんなら俺またアホで親切やからや、こっちの部屋全部冷凍ストッカーとか冷蔵庫置いてここでストックしてみんなで干したら売れるようにやろうやとかっていう考えになってくると思うね。今までずっとそうなんで、だからちょっとそのやっぱり売り上げを上げる仕組み、数打って値段を下げて、うん、そのメーカーさん、まあ、仕入れ先から仕入れれるようにして、うん、それを何軒かで売れる、うん、だから青木君がいきなりその巻き寿司売ったっていいわけよ、うん、なるほどね。だこれからのキッチンカーはある程度オールマイティ使えるような設備は必要には絶対なってくるんかな、うん、何打ってもいいと思う。なるほど。あ、けど師匠の話は先を見ると面白くて、要は今
まあ、個人商店キッチンカーだらけなんで仕入れが高くなると。で青木さんみたいにこだわったところは別ですけど、ね、もまあ、同じ食材を使うものは例えば五助会であるクロスバンドがだお米っていうジャンルだけはみんなそこで買えるから、じゃあ対応購入対応で値下げしてっていう、でそれを共有するようなストッカーが倉庫があればと。なるほど、先見ると、まあ、農協さんであったりいろんなところが今回僕のとこ声かけてくれてて、はい、食材はその言ってくれてリクエストすれば大量に仕入れができるよとか、うん、まあ、それを加工するのにどこ使うねんとかって絶対なってくるんで、はい、だめいめいの食材こだわったものを作れるかよったらそこはちょっと難しいかもわからんけど、まだこれからで。そうですよね、キッチンがちょっとね、やっぱりこだわりの料理が多いですから共有するね食材っていうのは少ないかもしれない。だただ置く場所で値段は変わるっていうことは今までずっとこういう物売りをやってきたところで俺も経験してきてることで、結局佐川に契約して一つそのね、置く場所作ってもらうだけでもそこから出荷は簡単にできるようになるけど、その分コスト上がってくる、コスト上がってくるでしょ。やったら今企業さんも困ってて、売れるもん僕らが実績持っていけばそのストックはしてもらえるから、だからってフランチャイズってやってしまうと全くうまみも面白みもなくて、フランチャイズやからそこそこってなるでしょ、うん、はい、食べるもんも、ね、出すもんもみんな一緒でって、はい、だけどもみんなが共有して本当においしいもんが作れるんやったら、うん、そこに取り組んでいって、うん、また違う、わかる、あ、青木くんやったらその上にチーズかけるだけで、うん、コラボ商品みたいな、ね、そうそうそう、うん、面白いですね、何でもできます、ね、うん、ならタレ、うん、な青木くんのところの、うん、それもう言うたら全然スイスだとか国が違うけど、ね、ちょっと仕込んだタレを上からかけるだけでそのチーズと一緒に、そうですね、韓国料理も韓国料理に変身するの、チーズ版に。だからチーズ挟んだそういう丼があったりってするやんか、それはタコライスも一緒やな、うん、そうですね、美味しいです、うん、タコライスのチーズを青木くんのチーズにしたらもっと高級品やん、うん、っていうのと同じで、コラボ商品、コラボ商品できてっていうところが、そしたらみんなの食材がある程度みんなでキャパとしてお金出し合って仕入れたよ大量に、うん、そしたら置いとく場所だけのことやと思うから、うん、だから誰がそれをするかだけの問題やな、はい、だ俺は車作るだけじゃなくて、うん、みんなでその商売をしたい、うん、その場所の本拠地をここにするんやったらここにしてって、うん、でもみんなミーティングしたり、うん、ここから人がつながってって、まあ、今回こう青木くんとみんながつながっていくのも、はい、これ縁よね、はい、その縁を大きくしていってるきっかけで僕が今いてるだけで、いやありがたいですよね。最初にこうね真ん中の一丁目一番町があるからそこやったらね集まりやすいですよね。ここがその一丁目になったんでしょうけど、だから今までキッチン内でめっちゃ困ったこととか、さっき発電機壊れたとか、困ったこと、食材ないとか、あ、なんかもう故障はね、故障、車の故障とか、そもそもの故障ですか、エンジンの故障、なんかあのこれ何、シフトレバー、シフトレバーが動かなくなって、なんか中でこのボタンあるでしょ、上からボタンを押してこう動くじゃないですか、そのボタンの中がなんか折れて壊れてて、なんか動かなくなって。でその日出店一回休んだんですけど、はい、朝から電話して実はこれ動かないっすわって言ってP から動かないんですって言って、ほんでこうネジでね電話でこうそこ開けてみーとか言って、今ちょっと俺もタイタンのあるからちょっと見ながらやるわとか言って、で一緒にやってくれて開けて強引にこう中のバラしてね、もう直接移動させたら動くようになるで、動くようになってみたいなので、とりあえず乗ってこい、それは結構えってびっくりするようなトラブルですね、それってね、些細とはいえ。そうですね、あとはね、あ、開口ね、はい、トラックこう開口するでしょ、はい、でこれ閉めるときにロックするんですけど、はい、それロックし忘れて、はい、高速道路に乗って、はい、高速道路乗る手前でガシャーン言うだなと思って、
カーブでね、はい、なんと思ったらこう、はい、パタパタあれと思って、はい、ほんでなんかコードみたいなのが出てるんですよね、はい、だからあのラクレットのオーブンガッシャーンって道路上に押しちゃって、はい、うわこれはまずいと思って、まあ、自分のことはええけどその後ろの車がなんかそれで引っかかって事故とかなったらと思って、はい、慌ててその電話して、はい、今ちょっと乗ってるんですけどって言って、はい、また高速で降りてまた U ターンして帰ってきたら、うん、もう道端にあったからよかったんですけど、うん、そんなんとかも絶対そういうのはもうフォローっているし、いや言ってたんですよ、はい、そういうなるから気ぃつけ絶対閉めようよとか言われてたんですけど、うん、忘れてて忙しかったさああと思って言ってた、そういえば西田さん言ってたわと思って、うん、絶対ねなることで、うん、慌てたらもうその撤収や言われたら、うん、時間決まってたりするんで、うん、何時までに撤収せなあかんとか、うん、あそうなった時に片付け遅い人は、うん、やっぱりそういう忘れてしまうとか、うん、そんな事故につながったりってあるんで、うん、だからもう作りも変えていかなあかんねんけどね、うん、最終ここに鍵つけろとか、うん、そう外側にもろに、うんうん、そうなんですよ、よくそういうのね、だけどその車のね見かけが悪くなるからっていうのもあってそれ、うん、やめときましょうってなってそういうことが起こったりって多いんで、でも本当はもうしないといけない。よく青木さんやっててこうキッチンカーをやっててよかったことって教えてもらっていいですか？よかったこと、はい、これはキッチンカーだからできたとか、うん、キッチンカーしかできなかったこと、うん、だからそこがありがたいですね、まあ、やっぱりでもこう移動できるから、うん、そのまあ、いろんなとこでいろんな人に出会えるでしょ、うん、それはやっぱりねキッチンカーならでは、うん、だし、あとねやっぱオーナーさんがいっぱいいるじゃないですか、うん、同じような苦労をしてきた、うん、はい、その人らとはやっぱり、うん、あのこのね一緒になってでやっぱ仲良くなるっすね、うん、いろいろね、 もちろんその会わへん人とかもおるけど大体やっぱり皆さんいろんな夢を持って、うん、でね、お金自分でかけて投資してやってるん で、うん、でいろいろ情報とか普通の店舗みたいにその蹴落とすとか、そうですね、商売がたきっていう風に見る人いてないね、うん、キッチンカー、そうですね、それがいいところです、ね、基本なんかやっぱり同じ料理してても、うん、そう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 、仲間内というか苦労してここまで来た人たちですね、そうですそうですっていう感じ、それそういうのはすごい大きいと思いますね、うん、仲間もいっぱいできるとか、これから違うどんどん増えるんやで大阪もっと、うんうん、ってなってきたらそういうのは起こってくるかもわからんけど、そういうのはすごい、まあ、大変さもお互い分かり合えるってことですね、雨の日だったりコロナ禍だと、うん、お互い、ね、場所もなくて困ったよねっていうことも分かり合えるから、慈しみ合う近所付き合いキッチンカーみたいなんですね、そうですそうです、でも一歩引いておいらが横にいてて、あきらさん毎日キッチンカーで飯食ってるわけじゃないやんって思ってるかも分からんけど、うん、俺はそのコロナやからって絆目あって売れへんよね、うん、売れへんよねって同じことを、うん、その売り場を一緒にしてやってるよりかは、うん、逆にその人たちのちゃんとした売り場をそこの場所に確立していく気持ち持った方が、うん、2台やった2台3台やった3台で、うん、その場所ほんまに温めて、逆にキッチンカーは店舗の同じようにここにちゃんといてるからって知らせらんと食えない状態にはなっている、うんうんうん、なんでかって言ったらイベントがないから、はい、特別ボーナスないんでやっていけんくなること、うん、なら店舗と同じで、うん、外で食べさせれるからっていうメリットがあって、うん、成り立ちはできてくる、はい、だから今考えなあかんのはそこで、はい、確立したこの場所は私らの本当に店舗としてみたいに確立した場所を作るっていうことも必要、だ移動ができるから人のいてるところに行けばいいやんって言って行ったって知名度なかったらそこには集まらない、うん、青木さんぐらいになってしまえばまた違う展開はできるけど、最初の人はそうじゃないってことね、いや、やっぱりでもそうですよ、その僕もイベントばっかり行ってたんで、はい、なるほど、ね、だって土日基本動いて平日出店あんまりしてないという時期もあったりとかなんですけど、やっぱりでも平日のちゃんとした、うん、あの固定客じゃないけど必要やなって最近になってやっぱり思いますね、今その本当イベントがなくなったら売り上げゼロになっちゃうんで、うん、だからもう本当通常の出店と、まあ、イベントボーナスみたいな感じで考えて
やっていかないと、うん、はい、新しい時代。今だとね、各市でもね、キッチンカーとタイアップする取り組みは全国で始まってますもんね。やっぱそのなんかリピーターをつける商売が僕は絶対ええと思ってるんですよね、うん、そのイベントとか行ったら、はい、とりあえず食べるとこないからここで買おうじゃないけど、うん、そういうお客さんもいるけど、だからイベントに来たお客さんが、うん、いつもどこにいんのって言って言われて、うん、ここでやってますって言って来てくれるとか、はい、そのリピートしやすい環境にしないと成り立たない、うん、移動していつもおれへんだけに、うん、余計にそういうところが必要かな、うん、ネットで絶対発信してるとかじゃないと、うん、買いたいとか買いに行けないじゃないですか。そうですよね、逆にね、食べたいって思ってくれてるってことは、まあね、週に1回でも食べたいわけですからね。そうです、そうです。お店がないとなったり車がないと忘れちゃいますもんね、味ね。はいはい、あれがリピーター重要ですね。リピーターをそうちゃんと来やすいような環境に、みんなでも工夫して今ね、ネットでね、 SNS とかで投稿したりしてますけど、うん、やっぱああいうの大事かな。ここいますよ、明日こっち開けますよとか、近くに来た時は行こうって思ってくれたりとかするように。だから逆にこの SNS のその仕組みって結果が見えやすい。だから青木君言うようにそれをね、お客さん逆に考えたら追いかけてもらえるは自分のに対してあの追いかけてくれてるんやって、うん、来てくれてるのがはっきり見えやすい商売でもあるよね、うん、SNS で、うん、そしたらそのリピーターもそうやけども、わざわざどこに出るかわからへん移動してる車を追いかけてまで来るいうことや、うん、そしたらこんだけの人間が興味持ってくれてどうしても食べたいっていうのやったらどこにいてるかわからんやつを調べてまで来てくれるっていうその喜びがはっきりできる商売、これお店やったらないと思う。あんまり。そうですね、そうですね、近いから行くみたいなのないっすかね、うんうん、だって目的も棚追いかけへんし。そうですね、だそれぐらい、ときめく料理出さなそこまでならへんいうことなのね。その人間もやねん、人間にもならなあかん、うん、だから今料理のことだけを発信するんじゃなくて自分のそのライフスタイルやったり今こんな状態やねんっていうことまで毎日やっててやらんとそうにはならへん、うん、僕の掲載売り場に出てったら今日全然売れへんねん、ご飯こんだけあんねんって見せて、うん、うん、応援してほしい、助けてほしいっていう時それを書いたら、うん、ちゃんと助けてもらえる環境づくりもその SNS でもできるっていうこと。そうですよね、意外とね、その予約取れやっぱね、みんなキャンセルになりました、もう助けてください店長が言うと行ってやるかっていう人いますもんね。いい人たちいますもん、うん、だからそれコロナやからっていうこともあるし、うん、はい、逆に大きなイベントで外れることはあるんで、うん、そういう時に困った時のお客さんがもうずっと見てくれてる成果がそこで見えてくる、その喜びって独立した人間じゃないとわからん、うん、勉強になるな、うん、はい、というわけで動画いかがだったでしょうか。あのね、お二人とも誇り高き選手なんでうわーって話をお互いしてましたけど、やっぱり前向きなんですよね。失敗しちゃったよ、扉開いちゃったよとかいう話も含めてですけども、まあ失敗を受け入れて笑っていける、まあ人間ですからやっぱ失敗あるんですよ。その失敗を成功へと変えていく中では、まあ笑って受け止めていくっていうのがすごく今回のポイントになったんじゃないかなと思います。まあやらず嫌いよりやって困難を立ち向かってねじ伏せていくとかね、まあイベントでね、やっぱりあの収入のこともお話ありましたけども、今コロナウイルスでイベントがほぼないと、でその結果売上がイベントで稼げてたチームが稼げなくなってしまったっていうことも今後の課題になってくると思います。日販ですね、日々こうお客様がついて、まあ、あの OL さんがここのお弁当おいしいとかね、ここのご飯おいしいっていうようなキッチンカー、これからあの都道府県も含めて市町村レベルででも今タイアップ事業だいぶ増えてますので、今後参入する方いらっしゃったらぜひ参考にしてみてください。今後もねこの取材続けていきますので、ご興味ある方よかったらチャンネル登録と高評価忘れてません、高評価ね、であのコメントください。それで失礼します。最後まで視聴ありがとうございました。